ックでニューヨークバーガーズを買ってきました。肉厚ビーフバーガーペッパー&チーズ、アメコミチックですね。こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、マックでニューヨークバーガーズを買ってきました。で、今日買ってきたのがグリルチキンバーガーソルト&レモンを3つと、肉厚ビーフバーガーペッパー&チーズを3つで、照り焼きバーガー2つで、ポテト L サイズです。いただきます。なんかマック久しぶりに食べる気がします。ポテトも復活しましたね。うん、ちょっと冷えてる。ポテトってほんとすぐ冷えますよね。で、今日のドリンクはですね、クラフトボスのダブルショコラ。乾杯。うん、まずは肉厚ビーフバーガーペッパー&チーズ。パッケージがアメコミチックですね。あ、なんか四角いんだ。こんな感じです。で、中にはオレンジ色のソースとパティで、チーズとベーコンが入ってますね。で、レタスも入ってます。バンズはごまバンズです。うん、ペッパーが効いてて美味しい。ベーコンの食感もいいですね。ソースが結構たっぷりで美味しい。これソースはこれチーズソースかな。うん、基本ご飯派なんやけど、たまにハンバーガー食べると美味しいですね。ニューヨークに行った時ってこんな気分なんか。次はグリルチキンバーガーソルト&レモン。こっちの方がレモンっぽい、黄色い。なんでピンクのパッケージなんだろう。あ、めっちゃレモンの香りがする。これも四角いです。チキンとこんな感じです。さっきと一緒ですね。チーズの色一緒？違うかな。で、なんかチキンにはこの塩がかかってますね。粗削りの。レモンとチキンがよく合っとる。で、チキンももも肉だからジューシー。でもなんか塩が、塩を粗削りの塩、なんか粒のでかい塩かかっとるとことか、すごい手が込んどるなってよく考えられてるなと思う。
ポテトも一時期買えなくって大騒ぎでしたよね。みんなマックのポテト大好きだから、これが食べられなくなるとなるとね、食べられなくなるとん？食べられなくなる食べられなくなるとなるとめっちゃ残念ですよね。新発売じゃないけど好きなので、照り焼きマックバーガーも買ってきた。照り焼きソースが美味しいんですよね。うん、安定の味です。よく合う。なんか最近めっちゃ肌が荒れて、なんかこれニキビじゃないけど、なんか赤いポツポツができて、何やったんやろ、ああいうの怖いですよね。なんか化粧品とかが悪くなってたのかな。原因不明なのって嫌ですよね。ちょっとポテトが冷めてきたから温めてきます。ケチャップを持ってきた。でカレー粉ちょっと入ってます。うん、やっぱり温かいと違うね。美味しい。まあどっちから食べようかな。こっちから食べよう。もうポテトね、冷めるからね、もう嫌いだもうやだ、冷めるやつ、すぐ冷めるの。トリュフ塩のポテトとかね、美味しいよね。ほんと、冷めなければいいのに、ポテトが。冷めるから先に食べる。もうほんと最近寒いからほんと嫌ですね。外出るのがめっちゃ嫌だ。もういつも休みの日何の用事もなかったらもうずっと寝室で閉じこもってる。もうこれだから冬は嫌なんですよね。気分が沈み込む。じゃあ最後の一つです。グリルチキンバーガーソルト&レモン。チキンとレモンってよく合うよね。
最後の一口です。ごちそうさまでした。マックの新商品ニューヨークバーガーズめっちゃ美味しかったです。すごいね、ソースがねすごいたっぷりだからジューシーで食べ応えがありましたね。チキンのお肉がすごい美味しかったです。いや、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。で、皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンスしっかり対策して平和な世の中を楽しみましょう。バイバーイ。